声が大きいですよ。いいことよ、それって。いいことだわ。そうかな。そうよ、だってさやかさんとの間に愛はないんでしょ。まあさやかさんの地位と名誉とお金が目当ての関係でしかないんでしょ。まあ端的に言えば。そのしがらみでなかなか煮切らなかった風祭りさんの気持ちよくわかるわ。でしょ。だけど今、人としての道を踏み外していた風祭りさんがついに目覚めたのね。いや、そこまで言わなくても。愛だわ。素敵だわ。風祭りさんのやわらちゃんに対する純粋な愛、とっても素敵。いや、それほどでも。幸せにしてあげてね、やわらちゃんを。任せてください。待ったガガ君、ごめん遅れちゃって。よいしょ。あ、あなた猪熊やわらさんでしょ。お顔テレビで拝見したわ。この人ったら、デートの間もあなたの話ばっかりなのよ。ねえ、工作。デート。ちょっと待て。これは一体。それが今日は工作のためにいっぱい買い物しちゃったわよ。ちょっと見てね。人参でしょ。玉ねぎでしょ。私工作んちで美味しいカレー作っちゃう。ああ、それから。ちょっと待てと言っているだろうが、何の真似なんだこれは。もう工作ったら照れちゃってかわいい。私邪魔みたいですね。ほらいいのよ、気にしないでね、やわらちゃん。ねえ工作。私受験勉強がありますから。やわらさん、やめなさいよ工作。お勉強の邪魔しちゃ悪いわよ。ありがとうございました。その様子では二人ともいい仲になってまだ間がないようじゃな。いやだ、わかります。何がわかるんだ。何が。ただいま。はい、やわらちゃん元気してた。こんにちは。どうも。この人ったら一日中あなたの話ばっかりなのよ。ほんと仕事熱心なんだからね、工作。それはやめろって。だってもう他人じゃないんだもの。おい、昨日の夜もすごかったんだから工作。なんちゅう赤裸々な。違うんです。つまり昨日は酔っちまって、だから、その。そうですか。よかったですね。松田さんも素敵な彼女ができて。いや、だからそれは。素直にお礼言ったら工作。さあおじいちゃん、明るいうちに稽古しましょう。よかろう。試合を控えてついにやらも燃え出したわい。あんたらもうまくやれよ。やわらさん、猪熊さん。ちょっとあの、待って。バハハイ。あらま、そうだったの、右手の捻挫。あら、それは大変だったわね。あるのよね、肝心な時にそういうトラブル。あら、そうだったの。ええ。それで工作ったらこのハンカチであなたの右手を。ああ、いい話だわ。そういうところがいいのよね。もうキュンときちゃう。あの、それでですね、伝言をお願いしたいんですけど、いいですか。オッケーオッケー。他ならぬやわらちゃんの頼みですもの。工作ったらあなたのこととなると夢中なの。仕事の鬼になっちゃうの。あの、伝言を。あらら、そうそうだったわね。はい、どうぞ。試験の時はいろいろとお世話になりました。いえいえ、どういたしまして。とで、来週の月曜が合格発表なんですけど。あら、来週の月曜が発表なの。受かるといいわね。ねえねえ。
連れで伝言を。オッケーオッケー、しっかり受けたまわっちゃったから安心して。それじゃこれで。バーイ。バイバイ。邦子さんって案外いい人だったりして。そういうことだったの。いや、あら、工作。松田さん。はい。今日は合格発表を母に連絡してくださってありがとうございました。いや、本当だったら合格発表の瞬間を取材したかったのよ。でも今日別の仕事で忙しくってね。柔道日本一の柔らちゃんの女子大合格なんてまた一大スクープになるとこだったのにね、工作。何言ってんだ、君が忘れて。一大スクープ？そうか、私どうかしてた。松田さんにとって私は、だけどあれが取材？何しろやわらちゃんが一面を飾ると新聞の売れ行きが違うんだから。そうですよね、日刊エブリーさんはやわらさんに随分助けられていますよね。デビュー前のすっぱ抜きから武道館の試合まで、松田さんもいい仕事をさせてもらってますよね。あんまし怖くない人とろっと。あ、いたいた、のんきそうな二人が。はい、やわらちゃん元気？くにこさん、日刊エブリーのカメラウーマンさん、こんにちは。ん？何探してんの？いいえ、別に。工作なら来てないわよ。松田さんが来てない？いつも猪熊さんの試合には欠かさず取材に来てたのに。もう冷めちゃったんじゃない？工作冷めちゃった？何しろやわらちゃんはもうスーパースターになっちゃったでしょ。工作って熱しやすく冷めやすい性格だからね。来てないんだって残念だったわね。猪熊さん、これってチャンスかも。恋がたきを叩き潰すチャンスかも。ジョディさん、かっこいいとこバッチリ撮ったからね。明日の日刊エブリーの一面は無理だけど3面には載るわね。おう、日刊エブリー、松田はどこだね？工作は今回行きません。 Why？ なんですって？ああ、風祭りさん来てたの。ああ、やわらさん、遅くなりました。たった今着きました。いや、ジョディさん、素晴らしい試合でした。で、松田さん来てないんですって？そうなのよ。工作ってスーパースターを発掘することには興味あるけど、実際にスーパースターになるとコロッと冷めちゃうのよね。そうでしょう。そう思ってたんだ。松田さんってそういう人ですよね。困っちゃうのよ。私でなくちゃ面倒見きれないわ。松田はそんな人じゃないだわよ。ジョディ、行こう。あ、あら、やわらさん。今はなんたってさやかさんだものね。いい気なものよね、世間の目なんて。迷惑だったでしょ、うちの工作。松田さん、工作が長い間しつこくつきまとっちゃってごめんなさいね。でももう安心してね、やわらちゃんの前には二度と現れないから。だってそうでしょ、工作にとっちゃやわらちゃんにつきまとってももう何の記事にもならないんだものね。あらまあ、そうなの？大変ね、旅行代理店も。でもどこも大変よ、うちの会社なんて忙しいばっかり。給料なんてひどいもんなんだから。だからうちのパパも言うのよ、工作もいつまでもあんな三流新聞社なんかにいないで私と結婚したら。あ、私のパパヘルシーランド加賀っていうちょっとした会社経営してるの。それでね、私一人娘だし、私と結婚したら工作に後継いでもらってもいいんじゃないかって。
工作もその気だし、近々日刊エブリーやめちゃうのよね。やわらちゃんも幸せになってよね。私も工作と一緒に応援してるから。ごめんなさい、私帰らなくちゃ。夕食の支度がありますから。大変よね。なんかあったら私に相談してよね。タラララさん。おかえり工作。やらちゃん。ごめんなさい、こんな格好で工作だと思ったから。金メダル取ったんだって。工作も喜んでたわよ。そりゃそうよね、ずっとあなたのことを取材で追い回してたんですものね。おかげで日刊エブリも売り上げ倍増だって。それでね、工作ったら言うのよ、このめでたさにあやかって次は僕らの番だね。だって婚約指輪もまだなのにそんなことばっかり言うのよ。でも工作の給料じゃ大した指輪じゃないけどね。あ、ところでなんか用？もしかしてインタビューの約束かなんかしてた？ごめんなさいね、たった今までいたんだけど。たった今。間が悪かったわね。あー、やわらちゃん。ううずっと前みたいに止まってっちゃおうかな。いや、そうだろ、脅かすなよ。松田さんこそいきなり吹くんだもん、びっくりしちゃった。ごめん。だけどもし止まってくとしたら、ずっと前みたいに松田さん部屋の外で寝るんですよ。おい、また風邪ひいちまうよ。冗談。私、工作、あたし、ちゃんとおとなしくしてた？あら、くにこさん。あら、やわらちゃんじゃないの。お見舞いに来てくれたの、ありがとう。そりゃそうよね、やわらちゃんのせいで工作怪我したんだもんね。何しに来た。何しにって。これが夕飯の材料、それとこれがお泊まりセット、いつも通りよ。お泊まり、なんだそりゃ。何が？ん？それじゃあ私これで。え？あ、そう、気をつけてね。あ、ねえ、ちょっと待った。ねえ、やわらさん。ダメよ、歩いちゃう。やわらさん、工作話せ。工作、